おはようございます。スミスの辻春人です。13代目アングラーズアイドルのアズアズです。辻さん、今日は何でしょうか？はい、今日はですね、サワラキャスティングにもひちまるさんにお世話になって行ってみたいと思います。はい、今サワラはどうですか？ちょうどですね、シーズンの走りでこっちが始まったような段階なんですよ。はい、ただ、まあ、海の状況としてはちょっと青物が多いかなっていうような感じで、その中にサワラが混じってくれればいいかなみたいな感じです。なるほど。ナブラですか？ナブラが起きる時もあるし起きない時もあるしっていうような、まあ、バリエーション豊富な海なんでね。なのでその状況に合わせて、はい、まあ、いろんな道具を駆使しながら今日どんな感じか攻略して いければいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ちなみに中村さんは今日は欠席なのでこの2人で頑張っていきたいと思います。はい、せーの、それは行ってきます。シャー、乗ったー。よっしゃ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 、これを狙ってくるぞ。さあ、ありがとうございます。やったー、イエーイ。さあ、ポイント到着です。はい、鳥が少々で、ナブラは見当たらないということで、ミノーの、まあ、ジャーキングメインで、はい、探っていこうかなと。誘い出しパニッシュの120ですね。はい、で、僕はハルカの165フローティング、これで行ってみたいと思います。はい、うわー、鳥が降りてきて、これ雰囲気あるやん。でも魚は出てないね。出てないですね。うん、本当餌だけっていう時もあるし。さあ、今はね、ちょっと青物混じりでだいぶ上に浮いてるんでね、ちょっとトップペンシルで投げてます。誘い出しですね。あ、出た出た出た、触ってる。あー、乗らなかった。お、出た。よっしゃー、乗ったー。さあ、トップにバシャンと来ましたよ。さあ、見えました、見えました。はい、尻尾が黄色い、おもろです。お願いします。はい、よっしゃー、1本目おもろー、ゲットです。1本目、サーディンランですね。 13F、こういうちょぼちょぼナブラの時にめちゃめちゃ効きます。さあ、とりあえず1本目やりました。よっしゃー。まず右からどうぞ。ありがとうございます。おっしゃ、くたさあ、ちょっとね、ルアー変えてどうかなと思って、はるかの165にしたらもう一発でしたね。あー、でも食った。やったー、こっちおいで、こっちおいで。はい、ありがとう。そう、2本目やりました。あ、サーディーラン。サーディーランです。効くよね。効きますね。ありがとうございます。やったダブルヒットでしたね。ダブルヒットでした、よかった。アズがサーディーラン。サーディーランです。実はこれちょっと限定カラーなんですけどね。はい、クリアカラーですね。はい、トップにパコンって食ってきました。パコンって言いました。やっぱスリリングでいいですよね。はい、で、僕がはるかのこれ165です。めちゃめちゃでかいんですけどね、もう、うん、多分ベイトめっちゃちっちゃいんですけれども、サイズ無視で食ってきましたね。はい、もうドンピシャで入れたらこんな感じ。やりました。パンパン。
イエーイ。はるかなんですけれども、サイズ展開がもともと125mm と145mm がありました。それに新しくですね165-165mm のビッグサイズが出ました。このはるかの125と145にはフローティングモデルとシンキングモデルがあるんですけれども、 165mm のモデルにはフローティングのみとなっているんですけれども、今後シンキングモデルも開発していく予定となっております。さあ今なんですけど、トップサーディンランの方が反応はめちゃくちゃいいんで、今アズにサーディンラン投げてもらってます。ただサワラが混じってるんで、ちょっとアンダーウォーター下に入れたいんで、僕ははるか165でこれで行ってみたいと思います、はい、この使い分けどう出るかやってみたいと思います。これは頭青もやろうな、どんちゃ入っても。なんで来ないの。あれ困んねえ。俺も触ってる。よーし、ありがとうございます。やったー、サーディーランでカラーチェンジしたらまた食いました。ハマチゲット、イエイ。あ、出てる出てる。ハマチ、さあこれはハマチやろね。さあもう抜いちゃおうかな、フッキングしてんで。せーの、抜いちゃおう。はい、これはハマチ、ツバスサイズかな。こんなでかいサイズのミノ普通に食ってくるんですよ。これがはるかの145ですね。サワラ投げて投げて、僕も隣から行くよ。よっしゃ、あれも食った。サワラサワラ、よっしゃよっしゃよっしゃ、これを狙ってくるぞ。やっぱりね、あのトップの方が反応いいんですけど、全部青物なんですよね。で、水の中アンダーウォーターにルアー入れたらどうかなと思ってね、はるかこれがねちょっとダウンサイズダウンさせました。145のフローティングです。言っても145mm ありますからね、でかい方のミノーです。やりました、サゴシ。辻さん、はいはい、今日使っているこの竿はどんな特徴があるんでしょうか。はい、実はですね、まだこれプロとのモデルなんですけれども、はい、この釣りって疲れるじゃないですか。めちゃくちゃ疲れます。そう、一日中投げないといけないんで疲れちゃうということで、まず一日投げても疲れないっていうので、軽めのロッド、かつ耐久性があるロッドっていうのを目指していっています。はい、でですね、長さなんですけれども、アズがメインで投げてたのが7フィート、はい、で私が今日メインで投げてたのが7フィート8インチで、これはですねどちらがいいっていうわけじゃなくって、例えば釣り座三好とか高い位置に立ってたらちょっと長めの方が良かったりとか、逆にちょっと水面と自分の立ち位置が近い時は短い方がいいとかっていうのがあるんで、いろんな長さを試してます。でジャークするじゃないですか、サワラのキャスティングって。でそのジャークした時にロッドがペラペラだと、こっちをジャークしてるのにロッドが吸収してルアーが動かないとかっていうのが出てくるんで、ちょっとの入力でミノーがパッパッってスライドしてくれる、ダートしてくれる、まずその絶対に戦えるロッドプラス軽いっていうこの2つの要素を兼ね備えたロッドを目指してますんでね、皆さんもう少々お待ちください。今一面に入っているベイトがトウゴロウイワシっていうベイトなのよ。トウゴロウイワシの習性はね、水面に張り付くのよ。で魚に追われたり何かびっくりしたことがあると水面からピョンと飛びるんだ。めっちゃ見えるやんか。見えますね。だから水の中に入れるミノーとかよりも浮かせてた方が釣りやすい、はい、なるほど。しかも水面に浮かせてると見えたり見えなかったりするじゃんか、それがチラリズムになってより魚を騙しやすい。ただこれをすると青物がすごく多くかかってくるんで、サワラはどっちかというとアンダーウォーターなので、ミノーを入れてやった方がいいかなみたいな感じで、今日攻略していこうかなっていうふうに思っている次第です。固まってますよ、固まってますよ。
目の前目の前、あ、来た目の前ハマチ？ハマチですね。ハマチやね。ありがとうございます。やったファニッシュで来ました。目の前で食いました。やったイエイ。よっしゃな、なにこれ、サワラっぽいな走り方。ああ、よいよ、はい、サワラかなと思ったんですけれどもね、青物でした。まあ青物でもね、あ、全然嬉しい一本なんで、はい、良かったです。フォーマイとしてこっちが外れてスレになったというような感じなんですよね。はい、まあ魚が多い時に、まあ、こういうバイトが多いですね。はい、やりました。先生、今私パニッシュ使ってるんですけど、タダ巻きじゃダメですか？タダ巻きでももちろん追ってくるんですけれども、はい、彼らは見切るんですよ。はい、うん、それを防ぐためにこうやってジャーク、はい、トゥイッチっていうのを入れてるんですよね。今だったらね、ほぼ水面トップに近いような状態で出れるんで、そうなると鳥からの攻撃もあったりとか。確かに、そう、そんなんもあるから、彼らにとって捕食っていうのは食べたい気持ちプラス怖いって気持ちがあるんですよね。はい、なのでそれを警戒心の方が勝った時に見切られちゃう。あ、なるほど。その警戒心をできるだけ解くために、はい、このジャークで、まあ、騙しを入れてるというような感じですね。なるほどね。はい、ここ食った。目の前、目の前、なんやろうね。右カーブ取ればいいと思うよ。やったー、ジャーキング効いた。ジャーキングでした今の。バッチリやね。もうジャーキングしまくってました。ちょっとね、私ジャーキング結構苦手意識あったんだけど、あ、そうなの。パニッシュめちゃくちゃやりやすかった、うん、ね、その身のやりやすいよね、うん、しっかりジャーキングで食わせた感があって、パニックアクションが特徴の身のですね、パニッシュ120。よし、最高です。はい、トマのキャスティングゲーム、青物ナモラ攻略です。やったぜ。お疲れ様でした。いや、釣れましたね。釣れました。まずどうでしたか今日は。今日は朝日とかは、うん、トップで、はいはいはい、釣ることもできたし、はい、こうジャーキング、はい、聞きましたね、で釣ることもできたんで、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、ですよね、はい、まあ、今回はこう状況に合わせて、まあ、ルアーをアジャストさせていったっていうような形なんですけれども、はい、今後なんですけれどもね、もひちまるさん年内いっぱいはサワラ、はい、青物、その状況に合わせて追いかけてくれる船なんでね、はい、まあ、スミスのタックルを持ってですね、ぜひ皆さんも挑戦してみてはいかがと思います。それではまた次回楽しい釣りをお伝えしたいと思います。さよなら。